まで準決勝に行きます。2023年トラキン、トラウトキング選手権、ペア戦、フィッシング三口割だっけ、三重県はいなべ市にある山の上にある非常に天気が不安定な、釣り場ですが、大変釣れる釣り場なので今日も楽しめました。でも今日はちょっと、それでは前半スプーン戦スタート1分前です。今日はチーム原監督1回戦で負けちゃったんですけど、あと1本あれば2位、その1本釣れずに5位でした。心配ありました。今日はオカピーと、クラカーさんが、いい釣りして準決を抜けて決勝に来たんで取っちゃおうかなと思っております。さあどうなるか。スタート30秒前です。やべ、桃色ひろしがなんだ、あのデルタホース、デルタホース、さあデルタホース発進です。まだ試合前だ。でもデルタホースには本当は藤田さんがいると本当のデルタホースが三枚欲なんだけど、嫁とイチャイチャしてるから、嫁とイチャイチャしてる、キャプテン藤田が、なるほど、課長、スタート10秒前。さっきね、オカピーのスプーンが良かったんですよ。5、4、3、2、1、スタートです。スタートしてください。でさあどうかと、今、チームですね、チーム。他残ってんのは松本さんとこと大北くんとこと、ジャンモンとこと、タクトくんとこと、あとどこだっけかな、ちょっともう分かんないです。オフィシャル見てください。カメラアングルもここから変えられないです。まあ念のため撮っときます。意外と撮っとくと意外とオカピー優勝しちゃったりもする時もあったんでね、東山湖で。もしかしたらこのど真ん中でいい釣りできるかもしれないんで、記録として残します。対してあの面白い絵にはならないと思いますが、まあ、オカピーが見直してくれればいいだけの、オカピーと倉川さんと藤田さんが 見返してくれればいいだけの動画です。お、釣れてる、ジャンボが釣った、ジャンボじゃねえ、誰だ、仙道さんとこだ、仙道さんとこ、そう、仙道さんとこも決勝ですね。あ、タクト君だ、タクト君が釣った、タクト君は、あ、ケラシーでめっちゃ釣ってたんでね、なんかかなり自信ある感じでしたね。今日はね、意外と過去、タクト君やばいね、自信あるっつってたからな、釣れたカラーが切れた、なんか輪ゴムが、お母さんの輪ゴムが飛んだ、めっちゃね、なんか自信あるっつってたんでね、で釣れたカラーが切れちゃったっつってましたね、さっきね。あ、でもちょっとあれだな、見ときたいな、明日のためにな。これエリア界。大ボスだった。やっぱ基本決勝は上目、準決あたりから上目、いやなんなら1回戦も後の方は上目のスプーンが釣れてましたね。ただ俺のスプーンが、お、ジャンボが釣ってるよ。でかいか。ゴッドハンズのジャンボが釣ってる。ジャンボしてみろ。おっと、オカピ来たよ。オカピ来たよ。オカピ。何も知らずに来てる。さっきまでバラさなかったのに。何も考えずに。やべ、雨降ってきた、雨やめてくれ、雨楽しいんだよ、それだけは否定されるだからいいんだよ、多分
しくない人が一番得だ。そう、釣りはね、完全に楽しければいいんですよ。まあもちろん勝ったり優勝したりね、結果残せた方がより楽しいんだけど、いいんですよ、楽しくやってりゃもっと楽しいことが起きるってもんですよ。俺はそう思って楽しくやってます。表層巻いてどうなんだろう、下からの食い上げなんだとは思うんだけど、俺は今日はその釣りがハマらなかったな。あれ釣れてりゃ、純潔ぐらい行けた気はするんだけど、どうもダメだった。ちょっと自信もあったんだけど、イメージはね湧いてたんだけど、大体だって大丈夫なそうな時って俺ダメだな。やっぱ自信ない時の方が、やっぱネガティブ発言してる時の方がいい時が多い気がする。今年も出てね、来年のための糧になるわけですよ。渋い時と渋くない時にね、どういうパターンがいいのかが分かっていくわけでね、そうそう来れないですからね、三重県まではね。どこ釣った？クワガサのリリーさんがミルピーノだ。おっとパートナーとの交代まで残り5分です。いや、これ1本釣っときたいね、オカピーね。さっきね、ちょうどこのこれって島と島の間の釣り座なんだけど、この対岸で釣って準決勝やってる時に、結構島と島の間に魚がね回ってたんですよ。で、島と島の間のど真ん中の釣り座に入った2人ぐらいが結構スプーンで連発するような展開もありました。ハジハジだけがいいわけではないんだろうけど、結局でも3区はハジハジが人気で、今日は、アウト側に4チームぐらいいるのかな。で、あ、松本さん釣ってる。で、アウト側がイン側か、イン側が3チームで、オカピーたちが真ん中だから、オカピーたちはもうほんと完全ど真ん中でなんか自由に釣ってる感じっす。ただ4番入場なんで、なんか選べないらしいっす。おお、ジャンボたち釣ってる。あるんじゃねえの。さあオカピー頼むよ、1本ぐらい。おい、来た。はい、OK。ピンクの、なんだろう、グランデかハンとか。で、なおかつ予選の時は、なんかエンマサに塗ってもらったカラーが良かったなって言ってましたね。シェイク巻きしてる。あのロット、なんだろう、あの白いロット。グラスかな？結構プルンプルンしてる。まだ今トップ3本ぐらいだからね、まだわかんない。1本差ぐらいでクランカーに回して、パートナーとの交代まで残り3分です。お、誰か釣れてるよ。あー、切れたかな。全部のチームの名前が分かんないんだよな。1がね、600何回でもうさ、1年何ヶ月ぶりとか、その間、テコン1回から3番組で170回ぐらいの1年丸々になってんだね。シェイク巻き、表層シェイク巻き。おお、ふわっと見える魚がね。ふわってふわって出てくるのが、なんだっけ、ピン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 なんとかかな。ご当地カラーだっけあれ、ピン。なんかね、下からふわって食い上げてんだけど、あれがうまく食ってくんない時が多いんだよな。
下もこんなかな。ちょっとね、渋めですよ、渋め。どうなんだろう、次は移動した方がいいのかどうか、なんとも言えないとこだね。おっと、来た、ナイス、2本目。おー、大丈夫、はい、オッケー、ナイス。ちょっと大きい、ちょっと大きい。あ、でもちょっとあのパターン、ハントのピン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 クってのあったかな。パートナーとの交代まで残り1分です。プラグ担当の選手は準備をしてください。ドレーナナかな。グランデっぽくないな。オカピーのロッドについてるスプーンを見るとグランデかな。もしかしたらグランデ、アキュラシーがいい人も多いけど、グランでもいいっちゅう話なんで、お隣さん連れてる。はい、OK。あれもね、ピンクの。30秒前。行くんだね、濁り系の入ってるところで、ピンクの膨張色。白金なんかも多分いいんだろうな。10秒前。さあ、ここで浦川さんのクランクに交代。5、4、3、2、1。純潔は連れてた。いや、もうかな。パートナーと交代してください。交代にはインターバルはありません。現在かかっている魚はカウントの対象になります。まあ、2本。それ以外の選手は速やかにパートナーと交代してください。下から湧いてるのが見えるよね。ふわふわって、こっから見てても見えた。黒川さん、え、頑張れ頑張れ。さあ、黒川さんのフランクはどうか。大北くんとか暴れた。お、あれだな、水面バシャバシャやってるね。水面バシャバシャ。 OK、 ニャンプップかな。ニャンプップっすね。おお、クラカーさんも来たよ。クラカーさんも来た。ちょっと見づらいけど、ネットインは、はい、OK、ナイス。これ3本目。まあまあじゃない。悪くない。まあまあ、まあまあ。なんだろう。クラカーさんのロッドについてるのの感じからすると、プチモカ SRSS 投げてんのかな。あ、モカもついてるし、ウッサもついてるし、あとなんだろう、あれチビパニかな。 お隣さんが連発しております。はい、おか、あ、やっぱあれだね、やっぱサンクといえばミドピンのプチモカ SRSS だね。午後はド派手系が効くらしいんですよ。今なんだろう、ちびっぱにのかぐらっぽいな。なんとかちゃん塗りつってたな、そういえば。なんとかちゃんね、なんとかちゃん。どうなんだろう、松本さんと社員のところもね、
順調に決勝まで勝ち上がってるんでどうなるか。今一番最上流かの端っこにいますね。さっき準決はもうなんかすげえ打ち合いだったんで、そのパターンが決勝でどうなるか。先ほどは釣れてないかな。やっぱ場所があるのかもしれないな。あのパターンなら移動した方でも、移動すると一番サイアウトだから、サインかサインだから取られちゃう可能性があるんでね。でも後半の手は絶対入れ替わるんで、あとクランク残り5分ぐらいなんで、移動して元を探って、おっと釣ったよ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あーもったいないよカピー。首痛めたとか言ってる。捻挫したな。もったいないよ。おー来た来た。あーバレたー。でも当たってる当たってる。いやでも今連続で、おー来た来た来た。見えた今映ったかな。やっぱ下からね食い上げバイト。はい OK。 いい音だいい音だ。お母さん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 、お母さん、いいね。まあまあいいじゃん。悪くない悪くないね。残り5分です。残り5分です。 今連発で当たり出てるんで、ちょっと同じ動かし方でどうかと。あとちょっと広角に投げてもいいんじゃねえかな。釣り座広いからね。黄色いコーンから黄色いコーンなんで、2人並んで3人並んで釣れるぐらいの幅があるんで、多少広角に投げてもいい気がする。表層ゆっくりでちょっと竿先シェイクが入ってんのかな。これで下からね、肉眼で見てると魚が、おいやいやいや、あの移動成功。いやいや、やっぱり広範囲に探らないと。プチモカっぽいな。 SR だ SR。プチモカじゃない、チビパニチビパニチビパニか。プチモカ SRSS かっちゅう話なんだよね。なんかこれで魚は浮いてるように見えないんだけど濁ってて、でもなんだろう、上から2枚目ぐらいのところちょうど見えないぐらいのレンジに魚が浮いてきてて、そいつらが食い上げてくるっていう釣りみたいですね。例年ね。これであいつらがペレットパターン、時間もっと遅くなるとペレットパターンに反応しやすくなるんだけど、今年はね、さっきヤンプップで1本釣ってたけど、沖田くんとこがやってるけど、あんまりいい感じに出ないみたいだな。でもオカピー2の倉川さん2だね。で今左右に釣り座移動しながら、今左の島の右端ところに投げたかな。さあ出るのか。もう1本ぐらい出てくるいいな。残り3分です。おお釣ってる。あのチームは分からない。それには分からない。もう1本欲しいな倉川さん。5本欲しい。5本だとあれじゃない、3位か4位ぐらいに入ってんじゃないかな。そんなね釣れてる感じじゃないんで、茶色、色変えてみた方がいいかもしれない。プチチビパニだな。BRF 今あれはあれだな、グロー系のプチモカ SRSS アマテラスかな、あれか月読みかその辺で。今戻してんのはカグラモドキなんとかチャンネル。後ろすぎてね、敵にちょっとクラッカーさんとオカピーのケツ取ってるだけになっちゃうんですけど、まあね、まあいいっす。意外とね、イン側もアウト側も社員もそんな、社員今違う系やってんな。若す系やってる。こう手前の黒いところが釣ってるよ。あそこ1回戦俺ら当たったとこかな。
どうだろう、ちょっとそれが分からないけど、さあ残り2分切ったぐらい、さあどうだろう、4本もう1本2本あるとな、首位争いだろうな。お、来た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 、いいよいいよ、もう1本、大事に大事に大事に、息合わせて、え、OK、 5本目、お、いいんじゃない、いいんじゃない、これ、お、倉川さんのクランクがいいよ、色変えて成功、今残り1分です。いや、もう1本取っちゃう、もう1本取っちゃう、したらあれじゃない、6本なら首位タイぐらいじゃないの、社員とこ見えないけど、釣ってんのかな、あれ釣ってないよね、お、いいじゃんいいじゃん、いけるよ、デルタホースが2翼でいけちゃうよ、2翼で。藤田さんはいないけれど、30秒前、ああ惜しい、見えた、下からね白い魚体がふわってくる、あんな感じか、なるほどね、あれをあの表層の巻きをクランクでやるのがいいのか、マイクロスプーンでやるのかだな、クラングの方が多分ゆっくり引けるはず、おっと来た、オッケー、これ大事よ、大事よ大事よ、カピン、おい、ああ何やってんだよ、オッケー、お、いけるよ、おカピン、おカピン、結構言われるよ、トップぐらいじゃないの、今大事だと思って、おカピン、トップぐらいじゃない、いや、で上から3番目ぐらいにいる、絶対いる、いるいるいる、7がいる、あ、だから他 B よ、他 B、 さっきの1本惜しかったね、あれ入ってれば、俺飛び込みよかったか、うん、当たり前だよ、うわー、他 B 頑張って頑張って、 B と倉川さんのデルタホースチーム後半戦です。どうやら前半6本釣って今多分2位なんじゃないかなと、はっきりは分かんないんですけど、7、6、5で、上位団子というかね、接戦になってるんで、止まらなくて、さっきぐらいオカピが2本か3本、で倉川さんがまあ4本以上とは言わないんで、3本か4本、まあ、4できれば4本、さっきのあの当たりパターンで釣れればいけちゃうんじゃないかな、他が激ハメしない限り、あとは他がちょっとね、1位と3位が焦げてくれたりすればね、あ、今アットモカ SRSS もついたな、小粒表層負けるやつ、それでは後半スプーン戦スタート1分前です。表層をゆっくり巻いて下からの食い上げ、ほんとね白い魚体がブワッて見えるんで、その釣りっすね、さあエキスパに上がれる動画、オカピー俺が撮るとね、前は負け組で優勝したし、今日もあんじゃねえか、これもしかしたらね、会ってくれたら会ってくれたで、ちょっとね的には横から撮れないんで、全然いい絵じゃないんですけどね、ずっとケツばっかり撮れててね、お願いします、頑張れオカピー、行けるときいっちゃうよ、さあどうか、釣り座はさっきの釣り座から2つ左にアウトがずれました、2つずれたのは、はい、お隣さんが1個ずれんとこ入ってるんですけど、目の前にちょうど岩があるんで、そこを避けた感じですね、やってる釣りは変わらず表層のシェイク巻きでゆっくり見せて見せて、で下からドンと食わせる感じです、左右に軌道変化などをしつつ、さあどうか、なんかね魚いないっぽいんだけど、下からゴボって出てくるんですよ、どうしようかな、隣の方が入っちゃうと問題があるかもしれないんでね、隣のグループシェイク巻きしてますよ、ほら見えますか、シェイクプル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 、うぃー、あ、なるんだよねあれね、見えちゃうから慌てちゃうんだよね、
今もう下から出てますね。ハントだろうな、グランデじゃないね。あのレンジはあのスピードで巻くんだから、ハントの07か09かどっちかじゃないかな。でもひたすらシェイク巻きでプル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 してると、下からシルバーの魚体がブワッブワッと出てくる感じです。それで早合わせしちゃうとすっぽ抜けちゃうみたいな、そんな感じですね現状。でもこれを粘ってもうカビ3本いったらいいんじゃない。まあ2本でもいいけど3本欲しいな、1本余分に。もうね、ネチ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 やるしかない。そうするとどっかで下からゴボッとで加えて下に向かって反転してくれるやつがね、そんなやつはなかなかバレないんでね。さあどうだ、オカピ周りのスコアが見えないからな。特に今もう上流がなんか全く見えてないですよ今。もう釣れてかな、お隣さんが、島間に入ってお隣さんが1本釣ってますね。OK。ピンク系のハントっぽいやつですね。パピーは何色？あ、ピンク色だね。ピンク色やっぱり。やっぱピンク効くんだね。おい、来た。出た。やっぱ色あるねこれね。やっぱり知ってる人はみんな、あ、OK、 いいよいいよ、まず1本。あ、切れた。なんだよ、ついてるついてる。それ、ピンクついてるね。まあでもネットインしてからのラインブレイクなんで全然いいかなと。今タクト君たちが今釣り座移動しましたね。サオカピーがこのパターンであと2本欲しい。でクラカーさんが3つか4つ、いや4つ欲しい。7本釣ったら絶対優勝か準優勝。俺の見えないところでバグレスしてる人、あ、今下流で何さんか分かんないけど釣ってます。さあ、ちょっとスプーンさっき切れたんで、お、連発、あー抜けちゃった。下流で連発してたけど、さあ落ち着いて、オカビ落ち着いて。なんだろう、何色あれ、ちょっと白っぽいようなピンク色っぽいような、なんだろう。お、なんかアウトレットの横で連チャンしてるよ。3連続バイトの2本目ネットイン。おっと、ああいうの分かんない、ああいうので一気に抜かれちゃうよ。ここはピーも追加が欲しいね。ダメ、刺さってるし。あれだな、なんだっけ、炙り鮭っぽいやつだな。 M2 かもしれない、違うかな。パートナーとの交代まで残り5分です。やばい、アウトレットで4連続バイトの3連続ネットイン、やばいよ。オカピ 3発来たよ。白っぽいやつだ、白っぽいマイクで。で、表層をゆっくり巻いてる。シェイクはね、オカピーほどは入れてない。表層ゆっくりで下からドーンみたいな当たりっぽいですね。さあ、4連続バイトからの技があるのかどうか。アウトレットのチームね、何さんかちょっと分かんない。オカピーどう、
もっと欲しいね。今ちょっと場所移動、クラカーさんが脱身してますね、オカピー。なかなかね、決めきれないんだよね。一番端っこが空いてるわけでもないしね。さあ、オカピーもっと足元まで、あ、でも足元まで競争巻いてもあれか。でもね、足元も釣れるんでね。ここがね、足元ドーンとズドンズドンと深いわけじゃないんだけど、おーいよーっと、アウトレットの人がもうこれで、おー、オカピも来た、オカピも来たよ、よし、来たよ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 、はい、オッケー。オカピがピンクから白系に変えたね。やっぱいずれにしても膨張症、距離的には07か04かもしんない。あのハントレーの距離的にもう表層デッドスローにプル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 巻いてる可能性ある。ただ2本取れたんで、もう1本取れれば、パートナーとの交代まで残り3分です。あとはクラカーさんがさっきぐらい順調に4本5本取れればいけそうな気がします。とにかく今マイクルスプーンの表層、うい、来た、おい、オカピーノルマ達成の3本目、おー、いいいいカラーローテ、おい、けるよ、オカピー。なんだろう、俺、あー、レヨン、レヨン、絶対レヨン、あれ、ハントレヨン、もう07、09じゃ重すぎるってことで飛距離は出ないけど、足元の魚、まあゼロ距離だね、ハントレヨン。完全にゼロではないけど、あの高木みたいな、でもまあまあゼロ距離、おっと、あー、出た、今いいんじゃない、この出る距離、もう出る距離ではもう 3m 出れば、お、あ、出ないか、あそこで出てくれればカメラにもこの角度でも映るかもしれない。まさかここでも3区でもゼロ距離の釣りが見れると。まあ高萩ほど近くはないけどね。でも最終的に食うところはどうだろう、 3m ぐらいのところ、この辺で、この辺で意外と出ちゃうよ、出ちゃうよ。あそこどうだろう、手前は巻き下げたらどうなんだろう。でも表層じゃないと食わないのかもしれないな。もうでももう3本釣ったからね。で、クラカーが4本釣ったら7本6本で13本なら準優勝まであるっしょ。優勝はどうなってんのか、ちょっと松本さんと社員のところがどんだけ釣れてるかが分かんないんで、なんとも言えないんですけどね。今ちょっと釣り竿を、立ち位置をスライドして、どうか、パートナーとの交代まで、ね、残り1分です。プラグ担当の選手は準備をしてください。さあ、オカピもう1本行こう、もう1本行くといいよ。おお、あれダメか、出ちゃい出ちゃい出ちゃい、その辺でガブッと下から食い上げるあたり、いけるいける。下流の人も3つか4つ釣ったけど、オカピーも3つ釣ってるんでいけるよ。オカピー3つ、9、今9匹ですね。つむけまであと1匹、デルタホース、チームデルタホース。さあ、もう1本、シーンもう1本、もう1本、もう1といけ、落ちパックもあるよ、落ちパックもあるよ。5、4、3、2、1、パートナーと交代してください。さあ、倉川さんに交代にはインターバルはありません。オカピナイス。現在かかっている魚はカウントの対象になります。それ以外の選手は速やかにパートナーと交代し開始してください。さあ、ここはちょっとあれだね、決めたいね。せっかくここまで来たら、前半のアドバン、え、おばさん何か言ってました？ない、ない。他は？そこ 8?8、9? で、トップ。松本さんどこなの？釣れてるの？全然見えないんですよ、全然見えないですよ、ちょうど斜め、もうちょうどブラインドになってて松本さんとかどうかだね。で、8、9でしょ。だここ2、まだ2キープできてんじゃないですかね。さあ、デルタホースが、チームデルタホースがどうなるのか。
赤と青のデルタホースがどうなるのか。エンマサに続けられるのか。オカピ頑張って。いや、いけんじゃねえかな。オカピもうまたあれだよ、またこれエキスパーが出る動画だったらもうよろしく頼むよ本当に。お、ね、骨粒系クランク、表層系骨粒クランク。お、並ばれた並ばれた。9本やば、並ばれたよ。ちょっとピンチ。やっぱさっきのね連発がすごい。あ、なんか魚が。あ、オカピよ頼むよ。3位だったら困るよ。いやでもここはね、倉川さんがさっき並みの4本が来れば。さあちょっと広角に投げちゃうのか。左に1本釣られちゃうとまずいな。ドレッドのところのチーム、そうすると松本さんたちがもっと釣ってる可能性があるんで、そうすると3位に落ちちゃう。ここはやっぱり左のチームよりも1本多く釣っておけば松本さんのところに続けるかもしれない。とりあえず9-9はまずいよ。ここで倉川さんが3つは欲しい、2つじゃない、3つ、4つ欲しい、3つ以上。どうなんだろう、釣れてんのかな。さっきみたいに出ないね。でもさっきもね、急にカラーだか形を変えたらポン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 と釣れたんで、どれか合うやつを。頑張んないと厳しい。頑張れオカピ。オカピはもう何もできないね。どうなってるんですか。見えないね。あとグロちゃんと僕が11匹で2位。じゃあ3位じゃん。ジャンボのとこ11。ジャンボでトップは松本さん。松本さんだと思う。ちょっと見えないそう、柵の向こうで見える。ジャンボのとこが11みたいですね。だから松本さんとかもっと釣ってれば。あー残念か。2本差ね。ジャンボのとこに今2本差。9-9か。11-9-9まで分かってます。ジャンボのとこは11で。で、オカピタッチとこは9で。左にいるチームも9みたい。それで松本さんとかもっと釣ってれば今現状3位タイとかだな。おおおお、左が今ジャンボ10トップと松本くんとか10多分松本くんだけで12ぐらい。そんな釣ってる。最初7だから松本くん5、6本釣ったから釣ってる。前半ない、前半12だ。12残り5分です。え、7だよ。桃色広しちゃうの。桃色また。え、またまた好きよね。俺は今日これで行くんだよつって。桃色広しちゃう。プーが違うラビー。ラビーラビー。あ、ラビー。桃色広しちゃう。え、で今釣ってるの。で、ずっと連発。あ、マジですごい連発してた。おい、桃色来てるぞ。持ってない。濡れよ。車であればあれ。車で行けばね。持ってない。車で行けばあるの。ニュートラビン。置いてきちゃいましたよ。おっと、来たよ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 。もう10 10。おい、OK。まだまだ、まだ頑張れば、まだ頑張ればいける。ここ
で立て付けに3本欲しいな。2本じゃ足んねえかもしれない。何でした？適当なこと言っちゃいました。10でした。適当だね。やるのか。じっくり待って。でも早めにポンポン来てくれないと厳しいよ。あと2本3本欲しいか。やっぱり4本つなげダメか。トータルでね、あと3本。じゃあもうこれかかってみんな釣ってんだ。あと3本釣ってどうか。13か。そう、13、12、11ぐらいになる。残り3分です。あ、3分か。13、12、11、13、12、11、10。今なんか13、12、11、10っぽい。10が、オカピーチームね。13、12、11。うわー、10。うわ、1本ずつ並んでるよ、今まで。いや、あそこも、あそこも10。10、10。釣れてるな。なんだか、おおおおおおおい。いや、これね、クラカーさんたち3位表彰台乗るにはもう1本つないとダメよ。もう1本、13、12、11、10だからね。お、来た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 。大事に大事に大事に。おいおいおげー。13、12、11、11。なんとなく13、12、11、11。さあ、騒がしてる。お、あそこも、あそこも11。あ、全然大丈夫、全然大丈夫。13、12、11、11、11。すごい。いや、ここはちょっと、もう一本。もう一本どころか、もう二本欲しい。頼むよ。オカピ頼むよ。エキスパート動画にしようぜ。まあ、オカピに言ってもしょうがないから、もう黒川さん頑張って、黒川さん。13、12、もう一本だ、もう一本、もう一本、もう一本。あれ13か。いや、あれ13、13、2つ。いや、船頭さんたちどうして13、13つってるみたい。移動成功だね。残り1分です。おい、また出た。あの辺がいいんだね。あれはもしかしてニャニャニャ。どっちどっち。あれ船頭さん、あれ、などっち。 S それとも N 使ってる。30秒前。トップだよね、あれ。あ、でもそうっすね。N だね、あれね、多分ね。ああ、惜しかったな。2本足らないんじゃねえか、これ。10秒前。2本足らないんじゃねえか。5、4、3、2、1。はい、2本足んねえ。13、13見た。で、11でしょ。11だっけ。2本足んない。2本足んない。あの、船頭さんとこも、あの、いや、いや、にゃんかなんかで、にゃんかなんかで釣ってた。にゃんにゃんで。あー、惜しい。まあ、しゃーねえ、しゃーねえ。ポイントは入った。4位か。3位ある？ 3 位ないか。13、13、12か。4位かな。4位タイぐらい。11が結構いる気がする。お隣も 11? がっちり。うわ、なんか全然全然噛み合わねえ、あの二人。なんだあれ。茶番劇はいいんだけど。
まあ、お疲れ様。お疲れ様。また明日頑張ろう。明日いいプランだった。お疲れです。お疲れです。